どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone の iOS の最新バージョン iOS16.3.1 がリリースされたので、こちらのアップデート内容とあと注意点、その辺紹介していきたいと思います。やっていきましょう。ということで今回リリースされたのがこちら iOS16.3.1 になります。アップデート容量に関しては 333.4MB なので、まあマイナーアップデートっていう感じですね。でこちらのアップデート内容に関しては iPhone 用の重要なバグ修正とセキュリティアップデートが含まれています。で詳細の情報を見ると、まず1つ目、 iCloud がアプリで使用されていると iCloud 設定が応答しない、または間違って表示される場合がある問題を修正。 iCloud の設定が応答しない、間違って表示される問題、これは iPhone の中の設定アプリを押して、この iCloud 一番上の自分の名前のところですね、こちらの中の設定、例えばiCloud を使用しているアプリのオンオフだったり、 iCloud バックアップのオンオフとか、そういったものが反応しなかったり間違って表示される場合があったらしいです。僕はこれね、特に感じてませんでした。続いて2つ目、 Siri からの探すリクエストが機能しない場合がある問題を修正。これ結構重要ですね。これちょっとやってみます。 iPhone 14を探して、こうやってね、 Siri から探すをすると、こうやってね、 iPhone 今どこにあるよとか探してくれるんですけども、それがね機能しない場合があったらしいです。まあ、Siri から探してっていうことはあんまりないと思うんで、この辺もね、そこまで困らなかった内容です。続いて3つ目、これね結構 iPhone14 ユーザーにとっては重要で、 iPhone14 と iPhone14 Pro モデルで衝突事故検出の最適化、これなんかね誤反応で SOS をね緊急連絡しちゃってっていう問題がねあったらしいです。僕は起こんなかったんですけども、そういったのが修正されましたと。でここのアップデート内容には書いてないんですけども、結構ねセキュリティ脆弱性の修正っていうのがあって、それもね結構使われやすいような感じだったのかな、そんなようなねパッチノート見たので、まあ、この iOS16.3.1 に関してはアップデートね必ずしておいた方がいいかと思います。でこちらの iOS16.3.1 をリリースすると、一部のアプリが動かなくなる問題っていうのがありました。でそのアプリは何かというと、こちらのアプリ Google フォトになります。今ねこれ iOS16.3.1 にアップデートしてあるので、試しに開いてみましょう。ポチ、はい、そうするとね一瞬でアプリが落ちちゃいます。でこれの解決方法なんですけども簡単です。アップストアをタップして、この中から自分のアイコンをタップ、でこの状態で下にスライドして一旦更新します。そうするとねアップデートアプリ一覧が出てくるんですけども、この中ね Google フォトっていうのが新しくあるので、これをアップデートしましょう。まあ、基本的にね全部アップデートしておいた方がいいので、全てはアップデートで OK です。そうこの iPhone のアプリってね、なんか自動アップデートオンにしててもなんかこのアプリのアップデートっていうのはね勝手にされないので、まあ1ヶ月に1回はねアップストア開いて、右上のアイコンを押して下にスライドして更新、全てアップデートっていうのをやっておいた方がいいかと思います。ということで Google フォトアップデートできました。じゃあ起動の方をしていきましょう。ポチッということでね、 Google フォト問題なく立ち上がるようになりました。で他のアプリに関してもね、こんな感じですぐにアップデートとかあったり、まあ僕が使ってるアプリ Twitter、LINE、Instagram とかね、そういった主要アプリに関しては動かなくなるとか、そういったこともなかったので、まあ普通にねアップデートしておくのがいいのかなと思います。で今回ね2月14日の深夜にアップデート来たんですけども、2月14日ね2時にはね確認してたんですけども、なんかその日遅くて朝4時5時とかに出たのかな、ちょっとわかんないんですけども、起きた時にはもう出てたといった感じでね、こんな感じで毎回アップデート内容に関しての解説とか、あとアップデートが来たよっていうね報告動画みたいな撮ってますので、そういったのが知りたい方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。他にもガジェットのレビューとか出してますので、興味がある方はぜひ見てみてください。以上、バイバイ。